それじゃあ、こっから一次関数でもグラフっていうのを考えていきたいと思います。比例とか反比例の時にもグラフをやってね。関数っていうのはグラフにしてあげることで、えその x と y の変化っていうのがこう目で見てわかりやすくなるな。そしたら、えっと、一次関数のグラフをやっていきたいんやけど、まず先に一次関数と似ている、てか一次関数の一つである比例のグラフちょっと思い出してみようか。 そしたら、これで見てみようか。y イコール 2x の比例のグラフって、どんなグラフなんやろ。比例のグラフってどうやって書くんやったっけ基本的にグラフっていうのは、この x と y この式を満たす x と y の集まりやねんな。点の集まりやな。例えば x が1のとき y は2やね。代入したらやな。そのときは x, 1, y にこのういう点を通りますよと。 例えば、X が二やったら、二人が C になるから、二で四になりますよと。三3の桁、六になりますよと。このよういう点をブワーッと取ってて、ブワーッと取ってて、結んだのがグラフになるわけすやね。やねんけど、比例のグラフっていうのは、ま、あこれ書いといてもいいんやけど、もうちょっと最初の点簡単に取れてな。比例のグラフっていうのは、必ず原点を通るんやね。X がゼロの時に、Y は必ずゼロになるんやね。 だってここに例えば2が雇用が、1万が雇用が、マイナス5000が雇用うが、0かけたら必ず0なの、ね、なのでこの原点を通りますよと。そしてあとは点を取っていったらいいわけです。1の時に、さっきも取ったけど、2の時に4、で、3の時に6、4の時に8やね。逆も取っていきます。1の時、マイナス1の時、マイナス2、マイナス2の時、マイナス4。 マイナス3の時、マイナス六マイナス4の時、マイナス八こういう原点を通る綺麗な直線になるね。こうなりますよ、と。よいしょ。y イコール 2x のグラフが完成しました。そしたら、こっから、一次関数のグラフを考えていきたいと思います。ヒレのグラフはこうなったんけど、一次関数ってどうなるんやろ、と。 1>, 1次関数のグラフです、例えば y、y イコール 2x たす2のグラフって、これは1次関数よね、y イコール x ブラス b の形になってます。これのグラフってどうなのね。まあでも結局、この1次関数も、この式を満たす点の集まりなので、どこの点を通るかっていうのを考えていけばいいわけです。それじゃあまず、こちらは原点を通ってな、00っていうのを通りました。 じゃ、一次関数では、x が0のときって y はどうなるやろ。ここが0になるから 2×0 かけやね。ここの部分は0になんねんけど、この2がおねえな。なので y は2になりますよと。0にという点を通ります。ここやね。え、そして次2つ目。こっちは次どこ取ったかって。x が1のときってな。x が1のとき、y は2です。 じゃあこっち x が一やったらどうなるかっていうと二一が二す二で四なんでな、ね、x が一 y が四っていう点を通りますなんとなく分かってきたな x が二の時はどうなると思う二二が c 二で六なんでな、ね、分かったかなこういうふうにちょうどこのプラス二の分だけまあ当たり前っちゃ当たり前だけど y は大きくなるからいつもこのグラフより ちょうどこの比例のグラフを上に2つ動かしたようなところに点が取られていくわけね。マイナス2やったらここに来ます。えっと、マイナス4やからここに来ます。マイナス6やからここに来ます。で、マイナス8やからここに来るんやね。そして、えっと、マイナス5の時はマイナス8なのがここで点取れんねな。 これを結んであげたらいいですよと。ぐわっと。おっとと。ちょっとこれは曲がりすぎやね。結んでいきます。ぐわっと結んでいきます。ちょっと曲がりすぎやね。だからここが直線やねんっていうかもしんけど。よいしょ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 。これが y イコ 2x た2のグラフになりますよと。オッケーかな。1時間数のグラフは分かったかな。 一次関数のグラフっていうのはちょうど傾きが同じ傾きが同じということは平行になるよねこの二つの直線は傾きが同じ比例のグラフを切片の分だけ上とか下に平行移動させたようなグラフになるんです